にちは。じゃあこんにちは。ね、はい、今日もあのドラミちゃんに来ていただきます。ありがとうございます。一気に華やかしたね。なぜ来ていただいたかというと、はい、どうしてもちょっと聞いておきたいところがあって、はいはい、俺新人を予想に、はい、セリーグだと上茶谷、はい、パリーグだと海野をちょっと予想したんだよね、はい、その2人の選手が今年どういう運勢を持ってるかっていう。なるほど。ちょっとタロットかなんかで占ってほしいなと思って。おー、いいですね。じゃあ上茶谷、ちょっとこう、はい、メーカー選べたら行きますか、はい、ちょっと言ってみて、はい、何月何日、上茶谷大河選手、はい、1996年8月31日生まれの23歳。これどこまで言えばいいですか。あ、それで大丈夫です。あ、これで大丈夫ですか。すごい。これ今携帯で何やってるかっていうと、はい、星座の位置とか出してんだよね。あ、なるほどなるほど。プロスピじゃないんですね。プロスピこのタイミングではい、上茶谷選手は乙女座の星を持っているので、はい、本当に花開くのは来年以降、はい、乙女座さんなので、はい、非常に頭の切れる方、頭のいい方だと思います。はい、ただその乙女座っていうのは結構その年の中でその調子が乱高下しやすい、うん、特性を持っているので、はい、まあ、ちょっと自分の調子と相談しつつ、この1年に限らずね、うん、プロ生活をやる上でそれが大切になって、好不調が激しいというか、激しいですよね。あ、波がある。はい、ちょっとじゃあ今回カードで見て。あ、なるほど、カードも、はい、はい、あんまり今準備できてないですね。本調子じゃないと思います、うん、あら、もっと DeNA の皆さんは上茶谷選手とコミュニケーションを取ってあげてください。いやー、なんか寂しがり屋なの。寂しいって出てる。あー、もう寂しいですね、このカード自体が。寂しいって出てますよ。すごい、はい、そうですね、ちょっと可能性はあるんですよ、希望はあるんですけれども、うん、はい、結果がちょっと伴わないかもしれない。あらー、じゃあ新人王までいかない。ちょっと難しいかもしれない。あら、まあ、でもそうです、まあ、最終結果のこのカードがちょっと肝心なんですけれども、はい、これちょっと一時的なものですっていうカードなんですね。はい、一時的なものだから、はい、新人を取っても来年どうかっていう、ちょっとまさに当たるんだな、当たるみたいな。なるほど。ただそのここにこう対策、うん、対策というか問題点が出てるので、はいはい、花開くタイミングは必ずやってくるので、無理に調子が悪い時にジタバタしないこと、うん、悪い時は悪いなりのピッチングをするっていうことが、うん、まあ、そこまでの器用さがあるかどうかだよね。そうですね。でですね、その周りの、その人たちがかなり慎重になりすぎてるっていうのが出てるんですよ。だからもっと大胆に起用してもいいのでは、うん、あ、いや、なんか信じながら気使いすぎてるっていうことだよね。やっぱそうですよね、うん、投げた後は肩どうだとかさ、はい、まあ、いろんなことをこうケアしようとするんだよ、多分それがおせっかいだっていうことだよね、うん、そうですね。なるほど。シーズン前半も満足いかないっていうカードが出てるんですけど、満足いかない結果になってしまうと思いますね、うん、なるほど。でも必ずこう花開くタイミングは来るので、はい、新人王っていう通過点にこだわらず、うん、その大きな選手になっていくために自分の調子と相談しながらやっていくといいですよっていうふうに、うんうん、なるほど。だから、まあ、去年東があれだけやったからっていうのは、まあ、意識は捨てて、自分は自分ということで、まあ、遅れてもいいんだというような大きな気持ちでいろということだよね、うん、焦るなということだよね。そうですね。これもう一人言ってんのが、はい、岡本の打点王なんだよ。ああ、はい、絶対岡本は打点王取るって言ってる。はいはい、だそれをちょっと占ってほしい。ああ、じゃあもうイエスノーでズバッと、うん、あ、なるほど、そういうのあるんだ。表だったらイエス、はい、逆方向だったらノーです。はい、はい、どうでしょう。あ、お、イエスです。お、イエス。おー、おー、おー、ということは取れるということ。マジっすか。本気ワイワイやりなさい。あ、はいはい、遊べと、はい、岡本選手はもうとにかく遊びまくってください。あ、いや、でもちょっとアドバイスのカードを見るとこれ、はい、これ嘘つきとか二枚舌とか裏切りのカードなんですよ。あら、はい、だからなんていうか、はい、
そうですね、ちょっと遊ぶときは騙されるな気をつけてください。うまく遊べと、うまいこと、うまい歌で、まあ、あれがそういうところではなくて、はい、あえて調子が悪いんだよとか言ったりとか、いまいちなんだよとか、これが苦手なんだよみたいなことを言っといて、うん、実はこう逆ですみたいなことを。なるほどなるほど、マスコミをうまく使って。なるほどなるほど、そういう、はいはい、調子が上がらないですね、いいなとか。なるほど。で最後に占ってほしいのは、はい、高校球児が売れるかもこれ大きな問題なんで、ね、イエスかノーですか。イエスノーでいきますか。いや絶対ノーが出ると思う。いやいや、もうそれでこれ間違いないと思う。下にタイトルが、はい、これイエスかノー。え、怖い怖い、ちょっと待ってください。怖い、あ、早っ。どっち？どっち？ああ残念だ、売れねえよ。いや、おい、なんだ。高校球児のショートコント、寿司屋。大将、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。はい、どうぞ。千賀のフォークの握りになります。出た、お化けフォークよ。愛知県立蒲郡高校面白い。おー、マジっすか。ありがとうございます。気遣ってくれるな。いやいやいや、大人だな。今のネタが面白いかどうかって、これぐらい、イエスかノーかで言いましょうか。万人受けすんのかどうか。確かにね、それが一番大事だから。あ、そうじゃないみたいな。